ファインデーズは、東海ラジオ放送で2016年8月1日から2017年9月29日まで放送されていたワイド番組。放送時間は平日の13時16時。東海ラジオでは、1997年4月7日から平日の13から15時台は、宮地有紀生の聞いてみやちが放送されていたが、パーソナリティ、宮地有紀生が生放送中に、 不祥事を起こし2016年6月30日に打ち切りとなった。緊急措置のつなぎ番組として聞いてみやちの前にこの枠で放送されていたぶっつけワイドを復刻版として7月末までの期間限定で放送し7月20日に聞いてみやちの後継番組として本番組を新たに開始することが正式に発表された。パーソナリティはぶっつけワイド聞いてみやちと 半世紀近く名古屋のタレントアナウンサーが、東海ラジオ平日昼ワイドを担当してきた伝統を捨て、東京、大阪から日替わりでタレントを招聘する形式に変更された。月曜は彦コマロ、火曜は桂三度、水曜は小福帝招兵、木曜は流れ星が担当した。アシスタントは日替わりで東海ラジオのアナウンサーアナウンサー経験者が当てられた。 ただし金曜に関しては、2017年4月より、金曜の昼ワイド番組に放送されていた、菊池教授の楽器。例のパーソナリティだったき、池教授、青山の子が横滑りで担当。楽器。例は本番組のスタート以降は、ファインデーズ金曜版として組み込まれ、番組名、菊池教授の楽器。例は、ファインデーズ金曜版の副題となった。 2017年9月29日に放送終了。あと番組は、名古屋のタレントが帯で MC を担当する形式に戻された。なお、金曜日、菊池教授の楽器。令和独立番組に戻り土曜午前中のワイド番組には枠移動した。時間帯は2017年5月現在。2017年。ありがとうございます。